私たち五人のグループの中で、一番人当たりが良い、それが古田直子である。第一印象は至って普通で、むしろ一番話しかけやすいタイプかもしれない。直子独特のおっとりとした雰囲気で気さくに話しかけてくる。正直、私も直子となら仲良く友人関係を築けるのでは、と思ったほどだ。とても、 人当たりの良い女性だと思っていた。だが、それは出会っては、ん年までの姿である。な子は、親しくなればなるほど、本性を出してくるとんでもない女だった。尚子は、私たちグループの中で一番年下25歳ながら、唯一の既婚者である。口癖は、旦那自慢だ。尚子の旦那は、大手、広告代理店勤務である。 金には不自由していない子供もまだいないから、一人で家にいてもつまらないからバイトをしていると私たちに言っていた。その言葉を聞いた瞬間、私たちは直子のことをいけすかない女だと思っていた。こんなこともあった。職場で書類が紛失した時に、直子は真っ先に、私は知らないよ関係ないし、 紛失した人、あの子じゃないの。否定をしただけじゃなく根拠がないのに紛失したであろう。相手の名前を出していた。まだみんなが紛失した書類を探している状態の時だ。その時、私は直子という女性の本性が見えた気がした。とにかく自分は悪くないアピールを真っ先にする女である。最近では私をはじめ、里真由美、真弓、 ふみのそれぞれに、直子に対してはイラつきを覚えている。ホストクラブにみんなで行ったときも直子は周り関係なく、男とイチャイチャしていた。仮にも直子は既婚者である。その姿を見たときに直子は無類の男好きなことは悟ることができた。イラつくことに直子の人生は上々である。少なくても、 私たち五人の中では一番恵まれている環境だと言えるだろう。サラリーマンの父親と専業主婦の母親のもとに、生まれたナ子は一人っ子である。何、不自由なく生きてきた。お金に不自由することもなく、ごくごく一般的な家庭で生活してきた。だからこそナ子はやりたい放題の人生だったのかもしれない。 恵まれすぎている環境だと人間はどこかレールから外れたくなるものだ。ナオコの中学時代、当時流行っていたのはデートクラブである。男と待ち合わせをしてまるで恋人同士のようにデートをする。当時、中学、生のナ子は女友達数人と男と約束しては、待ちぼうけをしている男を陰ながら眺めて みんなで馬鹿にして笑っていた。ただ、それだけでは、当然、金は、入ってこない。年齢詐称して、援助、交際に、進んでいた。当時、まだ、直子は、15歳である。ホテルに行き、安い金で済まそうとする男には、未成年であることを伝え、脅し、4万、5万を、一度に稼いでいた。金のハブりもよく、塾に行くふりをして、 夜繁華街で遊びまくっていたナ子親の前では良い子を演じていた。悪い仲間と知り合い、タバコ、酒、脱法ドラッグに手を染めていた。ナ子は目に見える不良的な女性ではない。だからこそとても立ちが悪い。親や先生、周囲の大人たちはナ子の本性を知らない。むしろ大人たちの前ではナ子は 至って優秀な学生である。だが、その裏では気に食わない相手を見つけると、理由もなくいじめて楽しんでいた。あいつ、顔がキモくない見ていると暗くてイライラする。ターゲットを見つけると、女友達、数人でいじめるが、派手にいじめるわけではないので、先生や大人に見つかるわけでもない。子供ながら、ナ子という女は、 とてもずる賢い人間だった。一人ならいじめも加熱することはない。ただ女数人、友達同士でいるとセーブが効かなくなり、まるでゲームをしているようにいじめが楽しくなるものだ。やがて陰険ないじめも終止符をつくことになる。いじめていた同級生が自殺をしたのだ。さすがにナオコたち、グループは自分たちのことが 悪行がばれるのでは、と。焦ったが自殺した同級生は遺書を残すことはなかった。どこまでも悪魔に守られている女。悪行がばれることがないと、ナ子にとっては亡くなった同級生は、遠い過去の人間にしかならない。仲間同士死に方もうざい、とあざ笑っていたのだ。中学を卒業し、高校に行っても、ナ子は 悪い仲間とつるみ、援助交際で、あらか、正義を続けた。大学に入り、一人暮らしをすると、週にで合コン三昧本領発揮とばかりに、男を次から次に変えては、男にブランド品を貢がせていた。ナ子は、とにかく、容量の良い女だ。ボロを出すことはないし、自分に気がある男を、瞬時に見つけることができる。 こいつ、落とすことができると思えば、持ち前のルックスで男に甘える。あれ欲しい、これ欲しいと甘えては金をむしり取る女である。男が金をぶるようになれば、寄生虫のように次の男に乗り換える。大学を卒業すると、ナ子自身は二流レベルの企業に就職したが、得意先の営業マンと仲良くなり、 自分自身の人脈を広げに広げて合コンの果てに今のハイスペック旦那をゲットした。はっきり言って旦那の容姿は尚子の好みではなかったし、何よりも性に関してとても淡白で、尚子自身が満足できるものではなかった。だが今の旦那と生活することで安定した生活は手に入れることができる。ならばれないように、 適当に遊べばいい。世の中には知らなくても良いことがたくさんある。知らないままでいれば誰も傷つくことはない。みんな幸せに生きていける。ナオコのスタンスである。奈央子は歴代の元彼氏に連絡を取ってはセフレとして、今の人生を楽しんでいる。依然、利子あったホストクラブの男とも連絡交換を交わし、 肉体関係を結んでいた。そんなこと、私たち五人は知るよしもない。第一印象は至って普通の女性だ。むしろ、高評価だった。柔らかい口調、癒し系の笑顔で相手に近づき、誰とでも仲良くなれる。それが、ナオコという女だ。